おはようございます。ダーツぼっちです。今日はね、11月最後の休みということで Vlog を撮りたいと思います。いやー、休みっていいよね。なんでかっていうと、目覚ましかけないで寝れるから、で好きな時間に起きれる。これは非常に素晴らしいことです。で、現在の時刻は11時40分ですね。ちょっと寝すぎちゃいましたね。そういう時もあるということで、今日もねぼっち旅したいと思うので、早速準備したいと思います。朝ごはんを食べよう。1ヶ月前ぐらいに体調崩したんですよ。逆流性食道炎っていうのになって、3週間ぐらい動画投稿できなかったんですよ。で、今はね、前よりはだいぶ良くなったんですけど、まだ完治してなくて、やっぱりね、健康が一番だなって思いました。だからね、胃にあんまり良くないものはちょっと今控えてて、僕の大好きなね、コーヒーとかタバコちょっと最近控えめにしてて、で、飯もそこまでたくさん食べれないから、こういうね、軽めのものばかり食べてるんですけど、やっぱね、1日の中の楽しみのね、ご飯が全然食えないっていうのと、俺も大好きなね、タバコがね、あんまり美味しくないっていうのがね、マジきついね。ここ数年で今一番絶不調だよ。早く治したい、それだけです。健康一番。でもタバコっていうのはそう簡単にやめられないんですよ。やっぱりね、一日はタバコ吸わなきゃ始まらないので、だから治りが遅いのかもな。本日のスタイリング発表したいと思います。バーツトックス、ユニクロ U のモックネックティーです。去年のやつ。これはね、 Vlog2 でも着てたやつですね。首の詰まりがちょうどよくて、何にでも合わせやすいんで、この時期はよく使ってます。そしてパンツがグラフペーパーのカラーファストデニムのグレーです。これは最高。黒い服が好きなんですけど、全身真っ黒だと思うんで、こういうね、グレーのアイテムがあるとちょっと抜け感出ていいんですよね。これでね、足元も黒にしたら大人なんだよな。そして羽織のアイテムがグラフペーパーのハイデンシティニットカーディガンです。これは今季のもので新しく購入しました。僕カーディガン持ってなくて、ずっとシンプルでいい感じの重みのある黒いカーディガン探してたんですよね。そしたらグラフペーパーさんがね、こんないいカーディガンを出してたんで購入しました。もうカーディガンはね、これ1枚で十分だなってぐらい上質なカーディガンです。サイズはフリーサイズですね。ちょっとゆったりとした大人の休日コーデです。そしてスタイリングします。使うバームがギャッツビーザデザイナーのヘアバームでセットしたいと思います。最近出してる動画はね、全部これでスタイリングしてるんですけど、これすごいいいんですよ。使いやすくて、そんでもっていい香りで、センターパートは N ドットとこのギャッツビーザデザイナーのバームがいいっすね。こんな感じだな。今日のスタイリングです。上はオールブラックで、パンツだけグレーで、靴も今日はなんか黒履きたいなと思います。シックな色味だけど、ニットカーディガンを着てるので、まあ抜け感のある秋のスタイリングです。いいね。今日はね、クラークスのワラビーを履きたいと思います。秋冬に大活躍です。これは一足あったらいい。黒がいいよ。ということでね、出かけていきたいと思うんですけど、今日どこに行くのかっていうと、僕昨日耳をすませばを見たんですよ。アニメ版のね、今ね実写版もやってて結構話題になってると思うんですけど、その舞台となった聖蹟桜ヶ丘ってとこに行きたいと思います。天沢聖司くんマジかっこよくて、俺天沢聖司になりたい。だからね、その聖蹟桜ヶ丘に行って天沢聖司になりに行こうと思って、意味わかんないけどとにかく行きたいんです。とりあえず行ってみよう。あの髪型もね、若干天沢聖司くんに寄せてみたんですけど、どうですか？コンクリートロードはやめといた方がいいと思うよ。今日はね、手ぶらで行きたいと思います。身軽に行きたいじゃないか。到着しました。聖蹟桜ヶ丘、ここがね、耳を澄ませばの舞台になった場所らしいです。駅の周りはね、結構栄えてて、まだちょっと耳を澄ませば感ないので散策してみたいと思います。マップがありました。ここにモデルとなった場所が書いてありますね。これ見ればね、どこのシーンの場所かっていうのが分かるんで、行ってみよう。いやー、それにしてもね、素晴らしい天気だね。散歩日和だ。今ね、耳を澄ませばにも出てきた坂に向かってます。そこでね、まず第一の天沢聖司ポイントを捉えたいと思います。今
今ね、映画にも出てきた坂を上がってます。天沢誠二くんがね、チャリで上がってた坂ですね。映画だとね、確か右手に図書館とかあったんですけど、実際のとこにはないっすね。で、あの天沢誠二くんって結構ね、ツンデレな男の子なんですけど、若いのにね、すごい自分の考えをしっかり持っていて尊敬するとこが多いんですよ。それとね、天沢誠二くんの共通点は、まあ、女の子に一途ってとこですね。階段上がったら疲れた。なんか結構観光客の人多いっすね。やっぱりみんなね、天沢誠二に憧れに来てますわ。俺と一緒やな。おお、ここはね、雫が友達に告白された神社ですね。お参りしてっか。いい景色だ。ここがね、一番有名なバスロータリーですね。あの誠司君のおじいさんがやってるね、地球屋さんっていうね、お店があった場所です。すげえ。本当はね、あの辺にお店あるんですけど、実際の場所にはないね。なんか人少なくていいな。やっぱさ、休みは都会に行くよりね、こういうとこに来て散歩したいよ。一人ぼっち恐れずに生きようと夢見てた。ケンタッキーを買ったので食べたいと思います。遅めのランチ。いい休日だ。日も暮れてきたんで、ぼちぼち帰りたいと思います。ゆっくりできた。ありがとう、成績桜が丘。ただいま帰ってきました。すっかり夜になっちまった。やっぱりね、家が一番落ち着きますね。これからダラダラしたいと思います。明日仕事だから、今日はとことんダラつこう。最近お香にハマっていて、このイソップのアロマティックインセンスを使ってます。香りはカゲロウってやつで、めちゃくちゃいい香りします。洒落たね、お香立てが欲しいんだけど、なかなか見つからなくて、キャンドルホルダー使ってます。もう今年終わっちゃうね。皆さん今年はどんな年でしたか？俺は今年結構あっという間だったな。とにかくね、いろんな服買いまくった。まだまだ今年買うけどね。結構 YouTube を頑張った年だったと思う。もうすぐ28歳になっちゃうよ。カレーを作りました。もちろんレトルト。夜ご飯いただきます。荷物が届きました。これ俺は待ってたんです。中身はですね、靴、ブランドはリプロダクションオブファウンド、ジャーマントレーナー、ベルクロタイプです。これね、 L&ハーモニーさんで見てすごいかっこいいなと思ってお迎えしました。このカラーのね、普通のジャーマン持ってたんですけど、ベルクロタイプにアップデートしました。ちょっと履いてみようか。ベルクロは履きやすいな。おお、かっこいい。これはいいな。シューレースじゃない分、足元がシュッとして、しかもベルクロだから骨差が出て足元が男らしくなりますね。しかも履きやすいし。このジャーマンは竹笛でたくさん履きます。ベル&ハーモニーさん、ありがとうございます。動画見てない方いたらぜひ見てください。いろんなね、ドメブラのスニーカーを紹介してるので、絶対グッときます。ナイスシューズ。お風呂に入りました。今からストレッチをしたいと思います。最近ね、体調を崩してから健康に気を使っていて、毎晩ストレッチしてます。いくぞ。
寝る準備をしました。ストレッチやって腰を痛めたのでそこやめました。3日前ぐらいからねストレッチ始めたんですけど、やっぱりね慣れないことやるもんじゃないね、腰痛。まあでも健康のためにちょっと毎晩続けていこうかなって思います。いや今日はね天沢聖司君に憧れて成績桜ヶ丘に行って、まあ、映画のねモデルにあった場所をこの目で見れたのが嬉しかったし、河川敷でねぼーっとした瞬間、あの時間たまらなかったな。すごいねゆったりとした休日だったんですけど、いつも僕はこんな感じです。ということで今年残り1ヶ月みんな仕事学校頑張ろう、俺も頑張る、俺まず体調を治す、そっからもっといろんな動画を作っていきたいなと思います。今ねまだ11時なんですけど、もう明日仕事なので寝ます。最近寝るの早いんだよね、おじいちゃんだもん。ということでおやすみ。疲れたー。